こんにちは。一番有名な遺跡に到着しました。ここが入り口です、ワット・マハタートって言います、なぜ有名なのかは、もうすぐ分かると思います。場所ですけど、アユタヤのど真ん中で、公園があったり周りにたくさんのお寺のある地域になります。はい、中に入ってきました。たくさんの人でですね、さすがに今日は日曜日です。たくさんの人と、それからたくさんの遺跡があります。もうほとんどボロボロという感じです。ただこれよく見ると本当に一つ一つレンガが、赤いレンガですけども、積み上げられて作られているっていう、なんかすごい細かい作業を昔の人はしたんだなというのがよくわかるところですね。この辺り、この横ですけど、ここ頭のない仏像があるんですね。これで、こういう仏像がこの、お寺の中たくさんあります。ちょっと菩提樹ですか、根が見えてきました。これがちょっと有名なところなので、見たら皆さんご理解いただけるかなと思います。たくさんの人が集まってます。はい、これですね、木の根に埋もれた、はい、木の根に埋もれた仏像ですね。何か戦争で、忘れられたのが、そこに木が生えてきて、それがこの根に絡まってこんな形になったんだと。すごい大きな今木になってます。はい、遺跡のところに戻ってきました。アユタヤ王女っていうのが、栄えてたんですけども、このお寺自体は1300年代ぐらいに建てられたんじゃないかと言われてます。1300年ぐらいに建てられて、たんですけども、1765年ですか、にビルマが、隣のビルマ、今のミャンマーですね、ミャンマーが攻め込んできて、約2年間の戦いの後に、本当にアユタヤは負けてしまって、アユタヤ王朝は滅びるんですけども、ビルマが勝ったということで、これだけ、戦争でボロボロになってしまったということらしいです。すごい、この橋、壁ですね、壁も綺麗に残ってますね、倒れずに。はい、遺跡がずっと続いてます。すごく広いですね。レンガを積み上げるというこの作り方、これはどことも全部同じですね。全く同じ建築方式というかで作られています。真正面に見えるのがこの中で一番高い塔というか中心の塔になるそうです。この辺の壁を見ても、このレンガ積み上げただけでよく潰れてこないなと、ちょっと歩くのが怖いんですけどね。複雑な形になってます。これなんですけども、仏像の頭が全くないという、ところです。こういうところが、このお寺の周囲ずっとこういう頭のない仏像がありますね。戦争で戦利品として持って帰ったとか、それから泥棒が持っていったんだとか、なんか金銭目的で持っていったんだとかというような、ことが言われているようです。こちらが、右手に見える真正面に見えてきたのが、一番高い塔です。この一番高い塔っていうのは44メーターぐらいあったそうなんですね。で、途中でどうも1回50メーターにまで修復されて、それが全部今ボロボロに、戦争でなってしまったということらしいです。もともとは、44メーターか50メーターぐらい。
だそうです。ここも仏像に頭がないです。頭の大仏像がこれたくさんあるんですけど、注意書きとしてこの仏像の、まあ、後ろに回るというか、ここに首を、人間の首をですね、乗せて記念撮影をしないでくださいというようなことも書かれてましたので、その辺はやっぱり信仰の対象ですので気をつけないといけないなと思います。あ、ここにはあの首がある仏像が残ってますね。首が取られなかったのか、それとも後から、これを作ったのか分かりません。こう修復を、ところどころやっぱりしてるんですね。やっぱり、月日が経つとやっぱりボロボロになっていくので、今の技術で直してるんだと思います。そういうところが至るところにありました。掘り返したりしてるところもありましたし、その辺はやっぱり、遺跡というか、これは何なのかな、遺跡なんで、とにかくタイの国として力を入れて、修復をしているんじゃないかなと思います。結構一番広いところですね、広い広場みたいなところがありまして、ここでたくさんの方が記念撮影とかしてました。日本人の方も何人かおられました。すごく暑くなってきました。もうだいぶ疲れてきました。出口はまだかな。そろそろ疲れてます。なんか祠があって、なんか覗き込んでますね。何かあるのかな。ちょっと覗いてみよう。写真撮ってるんですけど、真っ暗ですね。ちょっと目でも見えないです。なんか仏像があるみたいですね。はい、もうそろそろ出口に近づいてきてると思います。ここ公園になってるんですごく綺麗です。最後遺跡群、出口に向かって今歩いてるところですけども、遺跡群が綺麗に並んでます。遺跡の枠組みというか、きれいに分かりますね。どうやらここが、出口みたいです。この奥、だいぶ奥の方に、池みたいなのが見えると思うんですけども、ここと池とか公園とかが、きれいに整備されているところで、ゆっくりしていくのもいいところだというようには聞いてます。あ、イグジットなってました。ここから出口ですね。はい、見てきました。今から次のお寺へ、向かって出発するところです。ここは本当に有名なお寺なんで、トクトクすごい数来てます。お客さんというか見物する人もたくさん来られてましたんで、ちょっとトクトクも走るのが、なかなかうまく走れないみたいで、今ゆっくり走ってます。はい、じゃあ次のお寺へまた向かって出発していきます。